ただいま。ふう、疲れたわ。お姉ちゃん、お帰り。あら、小読み。ねえ、聞きたいんだけど、今、授業でタッチペンを使ってるんだけど、あれっていつから存在するの？子供の頃に持ってた携帯ゲーム機でもあったなーって思ってさ。日本ではタッチペンで通じるけど、外国ではスタイラスが一般的よ。とは言っても、外国も過渡期で様々な名称が乱立してるわ。スタイラスって何？新しい造語？いえ、これ自体は古代ギリシャ語の柱を意味する言葉で、日本では古くから鉛筆という訳語が当てられてたの。へえ、スタイラスか。なんかのゲームタイトルみたい。よくわからないから話を続けるわ。一応、ペンの動きをトレースして別の場所に表示する仕組みなら、すでに19世紀後期には登場してるの。電話開発でグラハムベルと争った依頼者グレイが、1888年にテレオートグラフの特許を取得してるわ。これは、ワイヤーで繋がれたペンを動かすと電気信号が発生し、遠くの再生機で再生する仕組みなの。これ、ファックスみたいだね。じゃあさ、コンピューターと繋げるのはいつからあるの？やっぱり最近だったりする？基本的に、画面上の点を選択するライトペン技術は、1950年代前半に開発されてるわ。ただ、これは書いた文字を認識できるデバイスではないの。書いた文字を認識できるデバイスは、1957年のトム・ディモンドのスタイレータとされてるわ。これは、パネル上のどの部分を通ったかで文字と数字を認識するデバイスなの。この概念自体は、1914年に特許が取られてるからそこまで斬新ではないわ。それでも、1960年代には、このようにコンピューターと繋げて画面表示できるものが登場してるの。え、60年前にはこのレベルのものがあったんだ。とは言っても、世間に普及するのはもっと後よ。ちなみに、ペンとコンピューターの間を認識させる方法は、ディスプレイのどこを指してるか場所を認識させるライトペン式、携帯端末などスクリーン側でどこを押してるか認識させる静電容量式、ディスプレイ以外の場所でも書けるよう、ペンの方に位置を認識させる機能があるアクティブ式があるわ。普段気にしてないけど、物を書く道具ってすごいね。あら、それなら先日学校でこんな話をしてきたから、教えてあげるわ。ふむふむ、なるほど。何か使える小ネタとかないかな。これとかどうかしら。これはイギリスで見つかった1世紀の鉄の鉛筆よ。何か文字が書いてあるね。なんと書いてるんだろ。少し長いので訳すると、長旅で一文無しになったけど、あなたとの出会いがシャープなポイントとともに記憶に残るよう送りますというものよ。鉛筆の鋭さとシャープなポイントをかけてるダジャレで、要するにお土産用のジョークグッズなの。あ、修学旅行先で売ってるダジャレが書かれたキーホルダーとかのグッズみたいなものか。まあ、売ってたのか買ってきたのかわからないけど。あと、ネタかどうかわからないけど、もう一つあるわ。ウクライナのカミヤナモフィ遺跡で発見された線刻画の一つについてよ。この絵は、ロシア・ウクライナでは、知る人ぞ知る線刻画なの。歴史的価値があるとか？でも学校の教科書とかでも見たことないけど。この絵は、オカルト系の人たちにシュメール語で読める、と語り継がれてるものよ。ムーミンが大好きそうなやつか。でも本当に読めるの？もちろん学者からは否定されてるわ。でも、この絵は約6000年前のものとされ、インオウゴ族の祖が、黒海やカスピ海北岸から拡散し始めた頃と一致するとされるの。つまり、インオウゴ族の原初の風景は、こんな感じだったのかもしれないわ。では、少し真面目な補足をするわ。今回の筆記具の歴史の説明は、原則文章を書くものに絞ったの。これは、絵を書くものまで含めると、あまりにも広がりすぎるからよ。確かにスプレーで文字が書けるじゃんとかなっちゃいそうだしね。しかし、刻む筆記具というのは思いつかなかったよ。それは日本人ならすぐにわかるわ。どういうこと？漢字や英語では、行為によって文字自体が異なるの。でも、大和言葉では、平たいものに棒を立てて動かしてるイメージのものは、書くよ。東洋だと字も絵も毛筆だから気づきにくいけど、毛筆に統一できなかった西洋ではいろいろな筆記具ができたってことか。そんなところかしら。では補足説明を開始するわ。まず、鎖型文字と粘土板はいつ頃まで使われたかなの。そういや学校ではいつ使われなくなったか教えてくれなかった。これには、シリアを中心に交易活動をしたアラム人が関係してるわ。彼らは、アラム文字というフェニキア文字を改良した文字を使用したの。東西広く活動したものだから、多国間で通じる国際言語となったわ。それで、紀元前500年頃のアケメネス朝ペルシャの王位を簒奪したダレイオス一世が、アラム語も公用語として採用したの。
鎖型文字と並列したのはわかるけど、粘土板が消える理由とは違うよね。ここでポイントとなるのが、フェニキア文字は古代エジプト文字から派生したものだから、パピルスにも適した書体だということよ。その派生であるアラム文字も、やはりパピルスでも記録されたと考えられるわ。粘土板は、ダレイオス一世以降もまだ存在したけど、アレクサンドロスがペルシャを征服したことが決定だとなったの。次の補足は、毛筆の改良についてよ。発明家の国友一貫斎が、五回中筆という筆ペンの元祖のような発明品を作ってるわ。この人、反射式望遠鏡を一目見ただけで再現するとか話をした人だよね。そうなの。技術が連綿と続いてればフェルトペンの元祖の一人と呼ばれたかもしれないわ。あと、お姉ちゃんの説明で疑問に思ったところがあるんだけど、いいかな？はい、どうぞ。まず最初、赤色の顔料って高価だったりするの？ものによるけど、黒色の原料となるススや灰と違って簡単に手に入るものではないのは事実よ。赤色の顔料は太古から使われ、一説には16万年前には使用されてたとされるわ。そんな古くからあるんだ。東洋では赤色の原料に茜という植物の根を使うこともあるけど、世界的には古代ではベンガラを使うことが圧倒的に多いの。ベンガラというのは赤土のことで、酸化鉄、つまり鉄サビを含む土のことよ。ちなみに、ベンガラの語源はインドのベンガル地方のことで、江戸時代にこの地方の赤土を輸入したことによるわ。話を戻すけど、さらに高級な顔料に水銀種があって、こちらは王侯貴族ぐらいしか手に入れられなかったの。この水銀種については、魏志倭人伝でも特筆してるぐらい、日本史においても重要な顔料だったと言えるわ。じゃあ次の質問。毛筆に使われてた毛ってどんなのがあるの？すでに一部説明してるけど、おさらいを含めて説明するわ。現存する最古の中国の毛筆は、調査筆だけど、これはウサギの毛なの。次に筆の改良者と考えられる盲点の筆は2種類の毛からできてて、真毛は鹿で、その周りに被せる毛は羊のものよ。別の説では真毛はコリのもので、ひもはウサギの毛とされるの。あと、漢代の筆では頭部はウサギ、聖域では狼という特徴があるわ。最後に日本の正倉院の筆は多様で、ウサギ、タヌキ、鹿、ヤギ、馬、鳥よ。はい、タヌキの毛も使ってたんだ。あと、ついでにだけど、お姉ちゃん的に根拠のない自説とかあったら聞いておくけど。え、いいの？うん、いいよ。私の自説は、邪馬台国の時代に日本に文字があったかよ。前も畜間がどうのこうの言ってたよね。ええ。今回は墨で字を書くという方面から迫ってみたいわ。そもそも、弥生時代の遺跡から硯が出土するのに、文字を書いたものがほとんど発見されないの。畜間なら腐ってしまうからというのはあるよね。そう。それで昔から議論になるのが、土器に書かれたものについてよ。そもそもさ、土器に墨で字を書くというのは一般的だったの？文字を知らなかったら、単なる落書きだよ。エセ漢字だったら評価額1万円以下になったりするよ。どこかのお土産茶碗の話ではないから。話を続けるけど、一応漢代から土器や陶器に墨で文字を書く風習が現れるわ。これは個人と一緒に墓に納める重要なものだったの。それで、仮にこの風習がギリギリ3世紀の日本に伝わってたとするわ。邪馬台国の時代に日本に文字があったか判断するポイントは、精神滅亡後以降になると思うの。もし、日本人が硯を使って毛筆で字を書いてたなら、この混乱と無関係に文字を書いた時が存在してたと思うわ。ああ、わかった。空白の4世紀だっけ？その時代に大陸との交渉がなくなる。しかし、文字を書いた時が5世紀の倭の呉王の時代以降にしかないとする。とすると、4世紀以前の硯も文字を書いた時も、漢や魏の使者の私物か、日本人が使い道を知らない贈答品だったに過ぎないと。ええ、そういうこと。実際に墨書した時は、今のところ3、4世紀の遺跡から見つかってないわ。そもそも墨がなかったという可能性はないの？巣があれば作れるものだから、なんとも言えないけど。じゃあ、字を書いた4世紀の土器が見つかるか次第だね。お姉ちゃん、最後まで説明できて気が済んだ？結構長く話したね。さっさと着替えてきなよ。うん、そうするわ。では、また後でね。はい。皆様、最後までご視聴ありがとうございました。